カリスマ舗装屋チャンネル。なんか連チャンした後みたいになってますね。はい、連チャンした後みたいな。連チャンした後ですよ。連チャン、はい、うん、何連チャン目ですか。何連チャン目ですかね。これ夜昼夜昼。そうですね。夜昼夜昼。はい。昨日の夜どこでした現場。昨日の夜ですか。はい。午後です。午後。はい。それ完全飲みですね。現場です。現場ですか。現場です。なんか飲み屋の、はい、飲み屋のママにおしっこかけてくれっつって。いくら。10万円でかけてくれる。とんだクリスマスですね。はい、貸してください。ちょっとうちの経理に言ってもらわないと。ちょっとうちの経理に電話してもらっていいですか。もしもし。あ、お疲れ様です。あのおしっこかけられるのに10万円必要なんです。お願いします。ありがとうございます。無事審査通った感じですか。そうですね、はいはい、10万円でなんそういうプレーする、はい、性癖なんですか。10万円で OK もらってますからね。高くないですか。それだけで10万ですかね。いや、わかんないですよ。レボリューションだったら3万ぐらいで済みます、ね。まあ、レボリューションのに変えます。タケさん聞いてもらっていいですか。3万ぐらいでかけて。そう、やっぱ今思い直したんだけど10万ちょっと高いかな。ぼっこついてるじゃないですか。タケさん、はい、暴れ馬ついてますよね。じゃあ大丈夫ですか。タケさんだったら3万ですね。いや、無理です、無理です。2万。チャンバラになっちゃうじゃないですか。1万。いやいや、もう金額の問題じゃないですね。安くても無理です。かけてもらっていいですか。一応値段だけ、値段だけ、ほら、採用するしないは別です。値段だけ聞いて、ね。たけさん、のちょっと聞きたいことあるんですけど、たけさんのおしっこをかけてもらうってなったらいくらですか。僕に、はい、知らねえ人じゃねえから5万。わかりました。ちょっと、はい、結構するね。切りますね。もうちょっと安くなんないよね。もうちょい、はい、もう一声。はい、戦争だにはのある。ああ、まあまあないとは思うんですけど。笑ってますね。はい、あ、じゃあ失礼します。はい、半額だったら決めちゃいなよ。5万で、うん、後を知らない人じゃないから、うん、まあ、5万が定価、はいはいはい、で、あとは要相談。え、要相談。先にね、見積もりもらってからなんかいいっすよ、あの男。そうですね。危ねえから。いやいや、もらわないっすよ。え、もらわないっす。かけてももらわないっす。10万出す。え、10万出す。だから、かけたんだったら2回楽しめるってことだよ。そうっすね。でも、見たくないものを見なきゃいけないっす。あ、OK。はい。
しい思いしたけども審査通ったんで。すいません、お待たせしました。定味料に半ライス餃子になります。すいません、餃子の味噌だれよかったら使ってください。味噌だれなんですか。すごい。ラーメン食べると思い出しますね。ギュポッと食す。安藤元気なんですか。安藤が生きてんじゃないですか。あの売れない YouTuber ですよね。福さん今日これは何。これなんか固定固定味噌。あ、はい、はい、人気商品です、この店の。これです、固定味噌。なんか店長さんの、はい、YouTube で、そうみたいですね、うん、さっき見たんですけど、はい、あの、はい、なんか動画上げてましたね。ちょっと待って、なんでヘルメット持ってきてるの。いや、すぐ現場行けるよ。あ、そうですか。はい、あ、すいません。現場すぐそこなんで。そうですね、はい、食べたらすぐ行ける。車に置いてくれよ。いや、何言ってるんですか。あ、はい、はい、食べていいですか。うん、ポトを食ってます。帰っていいですかね。もうダメですね。来ないっす。今日来るんすかこれ。いや、俺知らないっす。え、今日、はい、聞かされてきたのは、はい、30P のブル待ってる。ああ、今日ブルのオペって頼まれました。そうです、そうです。よし、頑張ってますわ。はい、バックホールじゃないですか。これ 30P のブルじゃないですか。違いますね。タケさんにも動画送ったら、最近のは形変わったねって言ってました。形変わりすぎですよ。はい。コンマ1号のバックホーンですよ。これ 30P のブルじゃないんですか。違いますね。ブルどこ行ったんですか。はい。しかもまだ採石も1回も来てないですよ。ここ、1時回ってますよ。はい。一度の人生
それさえ捨てるのとも構わない。だからお願いそばに置いてね、今はあなたしか愛せない。やるぞってなんか嫌ないけれど、思い出だけじゃ生きていけない。時の流れに身を任せ、あなたの胸に寄り添い、永遠に慣れたそれだけで命さえもいらないわ。だからお願いそばに置いて、今はあなたしか見えないよ。チャンネル登録よろしくね。